はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。これはちょっと YouTube とは、全然松井塾の YouTube とはまた関係ない話なんですけど、のんたろうチャンネルさんすいません、ありがとうございます。のんたろうさんありがとうございますって言った方がいいのかよくわかんないんですけど、ちょっと先日ですね、ちょっと昨日だったんですけれども、のんたろうチャンネルさんの方が、チャンネル、再生回数1万回突破の、動画ですかね、再生回数1万回突破の動画の方にコメントをいただきまして、いやー、なんかめっちゃ恥ずかしいなっていう状態になってしまったんで、ちょっと、ご報告があってはちょっとお伝えさせてもらおうかなという形になるんですけど、のんたろうチャンネルさんのが、私の方にコメントくれたんですよ。なかなかそのなんか再生回数とかチャンネル登録が増えないんですけど、チャンネル登録がなかなか増えないんですけど、どうすれば増えるんですかねみたいなコメント書いてたんですよ。で、僕さ、フリーっていうのは全然気づかなくてですね、初め。あれだったんで、そうなんかと思って。僕は YouTuber 別に目指してるわけではないし、YouTube 適当にやってるだけ、適当にはやってないですけど、やってるだけだったんで、あれで、ドヤ顔で、キリンみたいな感じのコメント書いたんですよ。なんて書いたんだったかな。挑戦し続けることに意味があるよ、キリみたいなことを書いたんですよ。で、書いて、のんたろうチャンネルさんの方に行ったら、チャンネル登録者がね、3.3 万人ぐらいいたんですよ。3万人近くいて。ほんで、僕もいくつか見たんですよ。20件ぐらい見たんですかね。一番再生されてるのとか、つい最近再、投稿されてるのを見たりとかして、面白いなっていう、単純に面白いなって思ったんですけど。いや、もうね、恥ずかしかったですね。なんて言ったらいいですか。天下一武道会の予選で負けている人にさらに負ける人が、なんていうか、孫悟空とかに、大丈夫だよ、頑張ればいけるよとか言ってるようなもんでね、ちょっと恥ずかしかったな、というふうな形になるんですけれども、そんな感じのことがちょっとあったんで、松井塾のチャンネルいじっていただいてありがとうございますという話になるんですけど、まさかね、もうてっきり僕も、僕はチャンネル登録50人くらいしかいないんで、50人くらいで、動画ですかね、駆け出しの方が、悩んではるのかなとか思って、別に私 YouTuber 目指してるわけでもないし、これ本業でもないので、どうでもよくはないですけど、軽く見てて、コメントしたら、まさかの3万人超えと。いうんでね、ちょっとかなり恥ずかしかったな、というふうな形になります、という形になります。ほんとすいません。本当に、上から目線で喋って申し訳ない、という感じになります。はい。というわけで、のんたろうチャンネルさん、すいません。変なコメントして申し訳ないです、ということで、全然関係ない動画になってしまいますが、そして、ありがとうございます、ということで、いうふうにさせてもらおうかな、というふうに思います。はい。で、本当にそうだと思いますが、本当になんていうんですかね、もう1万人を超えてくるような、YouTuber の方々って、本当すごいと、正直思ってます。集められないです、そんな。集められないです。集める気もないと言ったら変な話ですけど、集める気もないと言ったら変な話ですけど、なかなかね、面白いコンテンツとか、素晴らしいコンテンツっていうのを、毎日上げ続けるっていうのが、どれだけしんどいかっていうことだと思うんですね。いうことなので、底辺 YouTuber の方で、しんどいっていうふうな形になったら、そもそも達成できないのが普通じゃないかな、というふうには思います。本当私よりもたくさんチャンネル登録持ってる方なんて、子供でもいるので、いいんですけども、そういう形かな、というふうに思います。まさか私も圧倒的格上の YouTuber からコメントもらうとは思わなかったんで、まさかそんな人いねえだろうというふうな形になってるんで、だから私やったら売名行為もしてないんですよ。売名行為もしてないんですよ。私がコメントしてるのって生徒でも見たことないんですよ。生徒でも見たことないと思うんですけど、売名行為とか全くしないので、本当に。とても参考になりましたとか、とても嬉しいで、とてもわかりやすい説明ありがとうございましたとか、書きたい時もあるんですけど、それやっちゃうと、売名行為やってんだろうって思われるのはどうしても嫌なんで、全くやらなかったんですけど、
本当に全然やらなかったんですけど、まさかその、まあその3万人近くもね、いらっしゃる方から、こう、なんか、目に留まっていただけただけでも、まあちょっと、嬉しかったな。いや、本当にね、何もしないんで、まあ皆さん見てもらえばわかるんですよね。私のツイッターとか見てもらうとわかるんですけど、フォローすらしてないですからね。他の人をフォローするっていう感覚がまずないんで、単純にその、あれもツイッターも緊急時の時のっていうか、まあ緊急の時の改善として要するに持ってるだけなので、特に何か売名行為をするとか、YouTube でなんかどっかにコメントしまくるとかいうことも一切してないので、本当にまあまさかそんなことになるとは思わなかった、正直。はい。ということですね。はい。というわけでね、本当にノンタローチャンネルさんには、まあ、本当に御礼申し上げたいな、ということで、まあ、本当にありがとうございます、ということになります。はい。というわけで、まあ、まあ、これにめげずにですね、まあ、私も適当に頑張っていこうかな、というふうには思いますので、まあ、ご支援のほどよろしくお願いします、という形になります。はい。じゃあ、まあ、一応いつもの料理やりましょうか、ということです。この動画つまらないなと思ったら、バットボタンを押してもらって、アンチコメント。この動画普通だなと思った場合に関しては、バットボタンを押してもらって、アンチコメント。この動画面白いなと思ってもらった方は、バットボタンを押してもらって、アンチコメントをぜひお貸しください。チャンネル登録しないでね。それでは本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。